では、はい、お願いします。お願いします。今日はあの美穂ちゃんに、はい、第2回ですね、年明け一発目に出てもらった動画、はい、ブリストルの、ね、そう、あの寒い、ブリストルの寒いあそこでですね、はい、すごい質問もらったんです、まあ、質問もコメントも多くて、これは次に美穂ちゃんに会った時にちょっと喋ってもらおうかな、はい、1本目から順に、はい、行こうかなと思ってるんですけど、まず、はい、シャープ1、はい、ドライバーで飛ばすための練習方法を美穂さんに聞きましたっていうタイトルで、まあ、クラブセッティングとか、はい、まあ、1ホール目かな、1ホール目まで流したんですけど、そこに来てた質問、はい、いきます。一体どんな環境でゴルフをやってたらこの道具、この振り、この美貌になるかを知りたい。ものすごく答えづらいですけど一応高校はゴルフ部で、ここはゴルフ部、はい、でその後研修生を経て、うんうんうん、キャディをしつつ、キャディをしつつでなんで美貌になったのか美貌美穂ちゃんも台湾の人だっていうことを知らない人めっちゃいると思う。あ、この美貌の秘訣は実は美穂ちゃんは関係あるの、あ、一応、うん、うちでもお母さんすごい可愛い、全然台湾人っぽくないです。日本人っぽいです。ゴルフ環境はどういうゴルフ環境だったの、その始めた頃というか。始めた頃、うん、まあでもお父さんがゴルフが好きで、でも最初、一番最初はやっぱなんかたまに練習行くぐらいでして、そんなすごくこうプロを目指してがっつりやってたわけじゃないので、小学生の時とか。でもべったりお父さん毎日練習場来てってわけとかじゃないです。両親共働きだったんで、一人でなんか練習場に行ったりもしてましたし、冬場とか全然やってなかった。本当に本格的にやったのは中学校、高校ぐらいかな。ゴルフ、ゴルフ、ゴルフみたいな。そうですね、じゃなかったですね。なんかその高校もちゃんとその授業をして、その後になんかまあ練習だったりとかトレーニングだったりとか、そういうのをやる高校だったので、すごいラウンドしてたわけじゃないんですよ。じゃあ次いきますね果たして答えられたのかバッチリバッチリです、大丈夫です、バッチリです。ゴルル、はい、ゴルルって何ですか。あのゴルフダイジェスト、週刊ゴルフダイジェストのグループっていうんですかね、あるんですね。あるんですよ。ゴルルの時からのファンですありがとうございます。美穂ちゃんはラウンド中何割ぐらいで振ってますか。7割ぐらいです、基本的に全部。全7割全7割ぐらいです。でもこう振っちゃったなっていう時で何割、振っちゃったなって8割ぐらいですかね。もうドラゴンの時はもうできるだけもう 10割っていうか、もうその限界超えるぐらいな感じではもう素振りはしますけど、普段のラウンドは全然。ドラゴンの素振りは限界超えてるけど、打つってなったら8ぐらいですよ。いやもう全然ドラゴンの時は別だ、はい、もうでも毎回こうそのフルスピードが上がっていくぐらいなイメージですよ、イメージなぐらいこう振ってってるドラゴンとして。次、マリリンゴさんの質問です。今年からハッピースイングに出てないじゃないですか。私はとても悲しいですありがとうございます。ハッピースイングはいつまで？去年1年間出てたっていう感じですね。でも私アスゴルに出ることになりました。そうなの？ガチでそのプロテストを受けますっていうと、うん、もうプロの人もいたりとか、うん、あともう一人なんかこうアマチュアの競技出ますみたいな感じになりました。アスゴルそんな番組だったの？に今年から、だからこのハッピースイングじゃなくてこれやります。あ、これやる、ハスゴルやります。まずだってレッスン番組とか、なんかその、まあ、初心者じゃないけど、はいはいはい、いろんなレベルのアマチュアの、まあ、レッスン番組だと思う。そうですね、なんかもっとなんかこう細かいことを習った、それこそマネージメントだったり。え、2人は変わらず、内藤さんと内藤プロと斉藤さんは変わらず女子3人になる。それはもう言っていいやつ、言っ
で、いいやつです。一応撮影がもう終わってるんで、4月から放送になります。4月から、みほちゃん、ぜひ、ぜひ見てください。で、森りんごさんの質問が、はい、ゴルフよりスノーボードが好きなみほさんですが、はい、ゴルフはどういったところが好きですか？そうですね、やっぱすごく考えなきゃいけないじゃないですか、ゴルフって、うん、その毎回状況が違うし、うん、まあ、例えばこう傾斜だったりとか風だったりとかピンポジがどこにあるかとかによってこう変えていかなきゃいけないので、それがやっぱうまくいった時が嬉しい。その自分の考えたマネージメントが。なるほどね。やっぱもちろんそのゴルフなんで、うんうん、うまくいく時もあるし、全然うまくいかない時ももちろんあるんですけど、そこですかね。だからなんかこう難しいグリーンとかが好きです。むしろね、だからカレドニアン好きです。カレドニアン好きです。でもやっぱアプローチすごいこう考えなきゃいけないから、うん、そういうのね。ここってとこしかない。じゃあグレンモアとか好きなんじゃない？グレンモアも行ったことない。グレンモア行こうじゃん。行きますか？すごいから、もうこんなですか？こんな、それ行きたいです。すごいよ。今なんだ、成田ヒルズかな。旧グレンモアなんですよ。あ、名前変わったんですか？成田ヒルズって名前が変わった。あれ、グレンモア、そう、成田ヒルズだと思う。はいはい、ちょっと行ってみようかな。そう、ぜひぜひ。そういう方が好きなの？難しい方が。まあ、それがうまくいくかどうかわかんないですよ。置いといてね、はい、置いといて。考えるのが好き。ちょっと行ってほしいコースを思いついた。次は、ただし、たぬまさん、はい、なぜみほさんは54度を入れないのか。これは50度が、もともとは52、58で入れてたんですよ、うんうんうん、で、58のまあフルショットというかが75ヤード、52が、はい、58が75ヤードで、で、20ヤードぐらい開けて、うん、次の番手に行きたいんですけど、飛ばなかったんですよ、なんか52が。なるほどね。なんかこう気持ちよく振った時に、それなんか95ヤードぐらい飛んでほしかったんですけど、それが飛ばなかったから50ヤードを入れたっていう感じ。あ、50ヤード、50度を入れた。でもなんかその間をみんなはなんで入れないのって思ってるし。え、その10ですか？そう、多分そういうことだ。そういうこと？なんで20ヤード開けてんのって話ですか？そうそう、内訳出る。ぶっちゃけ58が飛びすぎちゃうっていうのはあるよね。みんなは多分58そこまで飛ばないと思う。あ、58が。そう、58で70いくつ打たないんじゃないかな。私とかは絶対打たないから、この質問した人がどうかわかんないけど、はいはい、私の場合だったらその5850だと、うんうん、間が多分40ヤードぐらい空いちゃう。58のフルが60ヤードぐらいとかなんで、はい、そっから50度になったら急に90ヤードぐらいになっちゃうから、うんうん、結構30ヤードぐらい空いちゃうから。そ、まあ、確かにそれ間入れたいです。そう、だからって思ってたら、美穂さんの場合は58が飛びすぎるから間は20しか空かないし、いらないよね。そうですね。で、50度でその85ヤード、うんうん、もう打つ時もある。え、ていうかもう全然打ちます。58で85は絶対打たないんで。そっか、うん、あ、気持ちよく振った時に75なんで。80ヤードだったら、80ヤードだったらもう全然50度で何ヤードまで打つの？95まで。フォロー、もちろんフォローだったら100でも、うんうん、行こうかなみたいな。95で打ちますけど、目的にはそうです。です。はい。次いきます。はい。堤健太さん。早くも2回目の登場。やっぱりうまいですね。スイング前とスイング中で大切にしていることがあれば教えてほしいです。スイング中は、基本的にもうリズムのことしか考えない。考えないようにしてます。それは、タイミング、いつも同じタイミングでやっぱり打ちたいので、こうな、例えばこう秒数を数えて、え、打つ時に、はい、1、2、3、数えてるの？数えてますね。へー、まあ、気をつけてます。なんでかって言ったら、やっぱりちょっとこう早くなりやすいタイプなんで、私は気づいたらこう打ちに言いたくなっちゃうというか、なんでこう早くなんないようにはこう考えてるので、そのリズムは数えてる。スイング前はもう
大切にしていること、うん、そう、まあ、状況判断はもちろんしますし、状況判断、例えば風とか、さっき言ったように、はい、傾斜だとか、残り距離でピンポジがどこにあるからどこに落としたいとか、うん、ピンポジ、なんかその打つ前のルーティンとかある？ルーティンは必ず3歩で入る。ギサちゃんみたいなこと言ってる。どっち足とかもある？左からだと思うよ、多分。なんか、でもそれでさ、収まる？収まるとこに多分こう立ってこう構えてる。なるほどね。方向を見てるんだと思います。なんかやろうと思ってもさ、よっとか。それが多分毎回同じなんだと思う。どれぐらい後ろかっていうのが。この間もリサちゃんに言われたのは、はい、コボロちゃんとか それがないから通り過ぎてるっていうボールが通り過ぎて構えて自分でなんかうんうんみたいな元に戻してるから、はい、なんかボールに対して前に行き過ぎちゃうね一歩みたいなで一回構えるから肩の位置ラインとかって言われて、でもそれは身につい勝手にそれとも自分で作ったもん、自分で作ったんですけど、やっぱもう今は勝手に、はい、勝手にですね、ここからじゃピンあります、はい、まあ、考えます、はい、でどうやって入っていく、左から1、2、3でこうか、こうなる、はい、こうなって閉じた状態の時に左手を構えてフェース面を合わせて、で今度右手持って持って、でそこからこう足を開く、はい、で番手によってそのドライバーはそんなにこう左足をこう開かない、へー、ボールをやっぱ左に置きたいんで、うん、右足をこう、なるほどね、これで一緒に開いちゃうとボールの位置が、またこう、はい、変わってきちゃうんで、バッテによってその開き具合をこう変えてるっていう感じです。だってなるほど。やちさん、みほさんのドライバーのシャフトロイデコフレックスは何ですか？46インチ、ちょっと長めの S で、ね、S、はい、です。SGTGI2053、 いつもね、あの何分何秒こんな感じですってあのコメントをいただいている方なんですけれども、ありがとうございます。ありがとうございます。今回この書いてある中ですごく気になったのがあってですね、バーってたくさんコメントいただいてるんですけど、前回もリサちゃんもつけてたお尻にあるバッグが気になるんです。すごいもらったの、あのリサちゃん、ミホちゃん、あと大堀さん、はいはいはい、みんなここにふわふわのあのやつつけてて、はい、あれは一体何なんだと、あれは何なんですか？普通はというか、うんうん、普通はあれはもう寒い日用のもので、うん、あの中にカイロを入れとくんですよ。カイロを入れておいてこう手を温める仕様のものです。あれは後ろにやるもんだね。あれ後ろにやったりこう、まあ打つときは前にあったら邪魔なんで後ろにやって、歩くときにこう前にあっためて、はい、出してこう手を入れていくとあったかい。でもまああれすごい楽なんですよ。なんでかっていうと、いつもこうレーザー使うじゃないですか、私だったらキャディートーク使うんですけど、あれをこうポケットに入れておくと、なんかこうスカートとか物によってはこうすごいきつかったりするから入らないんですよ。それをあん中に入れてるっていう。キャディートーク入ってる、あん中にキャディートーク入ってます。手を入れるとこにキャディートーク入れといて、打った時に飛び出たりとかしない？たまにポロって落ちたりしますけど、あんまりないです。じゃあ、あん中にはカイロも入ってて、カイロも入ってて、キャディートークが入ってて、ってあと、あのチャックがあるんで、その中に、あ、なんかチャックついてる、ね、あの、はい、脇に私のチャックがついてるね、そこに T とか、マークとか、ボールとかめっちゃ、あの、ドラえもんの感じね。そうですね、全部ポケット的な感じね。で、ここにはあんま入れず、そうですね、ここかさばるんで入れずに、ここに、いや、だからあれ本当に冬用なんですけど、そうだよね、夏は夏はだからつけないんですけど、夏用のウエストポーチが欲しいぐらい。そうですね、ああいうのないもんね、あんま見ないですね。筒じゃないもんね、夏にあるのはね、はいはい、なんかチャック系の、そうです、そうです、だからこう、作ってほしいです。ぜひぜひ、ちょっと考えましょう。お願いします。はい、私も思ってた、なんでみんな邪魔じゃないのかなってまず思ってたし、なんかよく聞かれるんですけど全然気にならないです。前人あるあるなのかな。気にならないですか？って感じですかね、はい、じゃあ以上、この1個目のね、ドライバーで飛ばすための練習方法、みほさんに聞きましたに寄せられたコメント以上です。